満足したか。ああ、やっぱりお前の飯は最高だ。食ったら帰れ。あ、俺は残る。何言ってんだ、一緒に帰ろう。何度も言わせるな、俺は帰れねえ。なんでだよ。一つ、はるばる迎えに来てくれた己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今さらお前の船には戻れない。二つ、第四あるクソジジイおよび俺が育ったふるさと海上レストランバラティエをもしもの時の人質に取られてる。だから俺は結婚式から逃げるわけにいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後全員が殺される。お前が逃げなきゃ全てが丸く収まるんだ、サンジ。実の父、兄、弟、何の恩もない恨みしかねえクズどもだ。お前は死んで当然の出来損ないだもんな。私がお前の父親であることは絶対に人前では口に出さないでくれ。誰にも知られたくない汚点なのだ。だが俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。